メトロイドは1986年8月6日にニンテンドから発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用ゲームソフト。ジャンルはアクションゲーム。ニンテンドによるディスクシステム専用ソフト第5弾でメトロイドシリーズの1作目。ニンテンドとしては初めてとなるハードな SF の世界観を持った作品。遠距離攻撃を主要アクションにした。 ジャンプアクションゲームでダンジョンを進みながらアイテムや通路を探索する要素を大きな特徴としている。エンディングではプレイヤーキャラの正体が明かされる。以後に直径の続編作品が多数発売、シリーズ化がされている。ディスクライターでの累計書き換え回数は第7位を記録している。あとにゲームボーイアドバンス向けのファミコンミニア Wii、ニンテンドー 3DS。 Wii U 向けのバーチャルコンソールとして本作が移植されたほか、シリーズ作品のメトロイドプライムとメトロイドゼロミッションにはおまけ要素として本作が収録されている。主人公サムスを操作する。スタート時はビームの射程が短いなど攻撃手段が限られるほか、特定のアイテムを使用しなければ進めない場所もあるため、 様々なアイテムを入手して、能力を強化し、行動範囲を広げていくことになる。エネルギーがなくなると、ゲームオーバーになり、エネルギーが少ない状態で、スタート地点から再開される。舞台となる、惑星ゼーベスは3つ、細かく分けると5つのエリアで構成され、各エリア内は、多くのゲートで区切られている。エリア間の移動にはエレベーターを利用する。 序盤から探索できるエリア、ブリンスタとノルフェアの深部にいる、ボスキャラクター、クレイド、リドリーを倒すことで、基地エリアのツーリアンへの扉が開かれる。作用部にいる、マザーブレインを倒し、惑星、ゼーベスから脱出することで、ゲームクリアとなる。短時間でクリアすると、エンディングでサムスが、パワードスーツを脱ぎ正体が女性であることが、明らかになる。このような、 早ほどき要素は以降のシリーズ作品でも定番となっている。クリアまでにかかった時間によりエンディングで以下の5種類の演出が表示される。60フレームを1秒で換算。括弧内はゲーム上での日数。日本国外版は日本版と比べ言語以外にも以下が異なる。 まず、ディスクシステム用ソフトの日本版と違い、NES 用ソフトであるため、以下の仕様変更がある。この他、2週目以降の要素として、エネルギータンクとミサイル以外のアイテムを所持したまま、ゲームを始めから、プレイできる仕様や、短時間クリア時にスーツを脱いだグラフィックのサムスで、プレイできる仕様が追加されている。コスモ歴2000年代。銀河系の多くの惑星は、 代表者による議会をもとに銀河連邦を設立。聖官連絡船の行き交う繁栄の時代を迎える中で船を狙う宇宙海賊も出現。銀河連邦警察がこれに対処したが不十分であり、それを補うために連邦局は賞金を受け取ることで海賊と戦う宇宙戦士の協力を仰いでいた。コスモ歴二十 x 五年外宇宙調査船が 宇宙海賊に襲われ、惑星 SR388 で発見された未知の生命体、メトロイドのカプセルが奪われてしまった。メトロイドは過去に SR388 の文明が破壊された原因の可能性も高い非常に危険な生物であり、増殖も容易なのだ。メトロイドが海賊の手によって武器として使われるようになれば銀河文明が破滅してしまう。 連邦警察は必死の捜索の末、海賊の本拠地、要塞惑星ゼーベスを発見、総攻撃を行ったが、海賊の抵抗は強く、攻め落とすことはできなかった。そこで、連邦警察は、最後の手段として、宇宙戦士をゼーベスの内部に侵入させ、要塞の中枢である、マザーブレインを破壊する作戦を決定。選ばれたのが、正体不明ながら、 海賊にも恐れられる最も優秀な宇宙戦士、サムス・アランである。実は、ゼーベスは、サムスが、幼少時代に育った場所でもある。惑星ゼーベスは、自然の要塞で、外側は特殊な岩に覆われ、内部が複雑な迷路になっている。しかも、海賊の手によって様々な仕掛けや、罠が張り巡らされており、至る所に不気味な海賊の手下が待ち受けている。 ゼーベスの侵入に成功したサムスはマザーブレインを倒し銀河文明を救えるだろうかファミリーコンピュータニンテンドースウィッチオンラインでは通常のディスクシステム版のほかメトロイド決戦リドリーバージョンとメトロイドサムスアラン最終形態という特別版も配信されている。本作は横井軍兵の所属するニンテンドー第一開発部で開発された 開発当初はディスクシステムの新作としてメトロイドの企画が当時の新人スタッフだった清竹博二と松岡博文によって進められていた。しかし発売を前にして宇宙を舞台に自在に動き回って銃で攻撃という作品イメージのみが先行し主人公の設定も未定でゲームとして全くの未完成だったため発売に間に合わせるために 坂本花をはじめとする第一開発部が総係がで制作することになった。メトロイドシリーズの特徴の一つであるダンジョンを探索してパワーアップしながら進んでいくというゲームデザインはこの時にゲームの制作の手間を省くという理由でもたらされたものであった。坂本は後に要素が足りないし時間もないならマップを工夫して 隠し通路を見つけていくゲーム性にしようと。スクロールしてしまうと隠しがバレちゃうんで、ジャンプできないような通路を作ったり、そういうマップの組み方をしていきました。背景の柄は同じだけど、ヒットチェックだけ外した部分を作っておくと、隠し通路になる。同じ方法で、見た目には、溶岩が煮えたぎっているけど、飛び込んだら、意外と下に行けたとか。メトロイドは、 あるシュリサイクル的な思想で作られているんですね。限られたパーツを使い、みんな総がかりでやったから、いろんな人のいろんな声が反映されているんですと、語っている。音楽は、田中博和が担当。ディスクシステム音源を活かした壮大な BGM は、高い評価を受け、彼の代表作の一つとなった。タイトル、メトロイドを命名したのは、デザイナーの松岡博文。 ステージの張り巡らされた暗い地下メトロとアンドロイドのサムスのイメージを合わせ制作初期の頃にメトロイドと名付けた。この頃見ていた SF 映画メトロポリスにも影響を受けている。しかし制作後半において世界観がタイトルではわかりにくいという話になり敵の宇宙生物としての名前に変更された。 スタッフコントローラーアイの十字キー上と A ボタンを押しながら、スタートボタンを押すと、セーブとコンティニューを選択できる画面に移る。本作のディスクシステム版のマニュアル P17 には、上記に該当する操作として、スタートボタンでポーズをかけて、コントローラー2の上と A ボタンを押すとの記述があるが、実際には、コントローラーアイのみで、すべて可能。名前を登録するとき、 文字を入れてから B ボタンで戻ると文字に濁点をつけることができる。なおこの際、濁点は1文字にカウントされない。ありがとうございます。